新京成催眠新聞チャンネルをご覧の皆さん、えー、こんばんは、えー、右翼からはパイオクと呼ばれ、えー、左翼からは極右と呼ばれる えー、極右パヨクの池戸満作です、えーまあ、私はですね、右からも左からもですね、えー、結構批判されたりするんですが、えーまあ、世の中にはですね、私と同じようにですね、えー、左からもですね、右の方からもですね、批判される方が、えー、いらっしゃるわけですね。例えば、左の方からは、脱原発嘘だったのかと言われて、右からはですね、除系天皇けしからんというような批判を受ける方がいるんですが、えー、今回はその方がですね、えー、ゲストとなってます。はい 第10 19回目のゲストは、えー、河野太郎、えー、ワクチン接種担当大臣、まあ、などですね、まあ、かつては、えー、安倍政権下で元外務大臣ですとか、えー、防衛大臣を務めてました。そして、えーまあ、今言われているように、まあ、自民党総裁候補の、まあ、一番筆頭に抑、えー、えている方ですけれども、 こちらの方のですね、今回はこの日本を前に進めるというぬくもりなる国と書いてますが、こちらの方をですね、私の方読みまして、この内容から中心にですね、話をしていこうかなというふうに、主にですね、財政とか経済関係のところをピックアップしてやっていきたいなというふうに思っております。結構最近、河野太郎ウィークかというぐらいやって、 おりますがですね、神経生災眠新聞チャンネルのですね、シニカル担当大臣ということで、ちょっと私、ラニーズにやっていきたいというふうに思います。はい。 で今回タイトルはですね、えー、財務ウイルスに感染している、えー、河野太郎総裁候補に、えー、ワクチンを接種し,しとかなきゃいけないということで、えー、私ですね、えー、自分もまあ眉毛は太いが、えー、正直まあ河野太郎総裁にはまあ負けるかなという、えー、日本経済復活の会感じ、えー、経済政策派の人の池戸満作が本日もお送りしていきたいと思います。まあ、結構今野なんかおにぎりが2つなんか顔にくっついてるぐらいの、めちゃくちゃでかいですからね、私よりすごいなっていう感じで、あのー 果たしてまあ村山富一さん以来、四半世紀ぶりの,あの眉毛の総理大臣が退場するかという感じですが、えー、まあこの本なんですけれども、えー、こちらですね、えー、2021年8月27日は、先月の末に発売された本ですが、えー、これが目次をちょっと見てみますと、えー、第一首がまあ政治家、最初の始めがあった後とに、第一首、政治家河野太郎の原点ということで。 1八、えー、ページがやってます第2章、父と私、えー、生体感移植をめぐってということで、えー、まぁ、あ、ドナーの話とかですね、えー、まあ第一と第2章に関しては、まあよかったし、まあドナーに関しては結構、えー、まあ自分の父親、自分がもし父親に対してだったら、まあ結構考えさせられたという話ですね、まああの、父親であれば、河野洋平さんの、えー、まあドナー移植をしたというような話です。えー、第3章がもう、新しい国際秩序にどう対処するのか、 えー、安全保障外交戦略、これがまあ76ペ、えージ下で、第4章、防災4.0ということで,ですが、まあ、今回は初めとまあこの第3章、第4章を中心に取り上げていきたいと思うんですけども、えー、あとまあ第5章、エネルギー革命を起爆剤に、えー、国民に分かる社会保障ということで、第7章が必要とされる教育を第8章、ぬくもりを大切にするデジタル化と、まあ、こういった章立てで、えー、この本の方うはなっていますと。 でまあ、その本に対してちょっと内容いく前にですね、えー、ちょっと自民党総裁選とかの現在、政局についてですね、この。 例によって私の、まあ、詳しくは、これ水橋湯の133回から135回という、えー、2年前のやつを読んで見ていただきたいんですが、この国際発行すんな派とシ C 派が上限分かれて、えー、右が働くべき派、左が働かなくても良い派で、ですね、上の方右上が緊、えー、縮保守派で、まあ、改革構造改革だとか言っている人たちですね、で左の上が緊縮リベラル派ということで、 えー、幸福志幸負担社会でみんなで分かち合いましょうというようなことですね。えー、で、左下が、えー、反近思考保守派で、不国共兵、公共投資しかやろうというような、えー、路線ですと。で、えー、左下の反近思考リベラル派は、えー、社会福祉の充実とか、まあ、現金寄付とか直接寄付を得て、まあ、そんなに無理して働かなくてもいいよというような感じの社会を目指そうという人たちですね。 で、これをもとにですね、えーまあ、昨今の政治の情勢を表した術がまあこちらになるかなというのが、えー、私の見解なんですけども、まずまあ右上ですね、日本維新の会の松井一郎代表や、えーまあ、今の菅義偉。 えー、首相がまあこの位置に、まあ、非常に気象庁的に出るのかな、まあそういう人たちに比べ若干左寄りなのかなというふうに河野太さんは思いますが、えーまあ、前回ですね、私、あのこの松井さんとえ菅さんの名誉である竹中平蔵さんと、あ金尊さんの本を読んでましたので、まあ、なんかもう改革の熱湯風呂に入っているような熱くだすがたまらないかったので、まあ、河野太さん、今回の方は正直そこに比べるとです、ね、少しまあぬくもりを感じるち、ちょっとぬるいな、改革がぬるいなと、なんか麻痺してしまうような。 え感じではあったんですがまあ彼もまあそういう路線ではあるんでしょう。うん、で、えー、まあ左側見てると枝野さんが、えー、リキミ利き道と同じよな枝野幸男さんがいてもっと左行くとまあ C 一郎さんが。えー まあ、いわゆ禁止区リベラル派と言いますか、えー、まあ、あんまり国際発行はですね、戦争への道になるから良くないというふうにおっしゃってますし、前なのさんもあんまり国際発行は、えー、立憲民主党の中で比較的好まないのかな。まあ、結構立憲民主党の方はだんだん、まあ、これよりも,も少し左下の、やっぱ国際発行しやいは増えてはいると思うんですけども、まだちょっと上の方は、そういうのはちょっと控えたいという人が多いのかなというふうに思います。 で、左下に関しては、えー、山本太郎さんが、まあ、若干ですね、えー、給付の方は、えー、今回、少々緩めた感じでありますが、まあ、それでも、まあ100兆円規模でやるというような感じで言ってますので、まぁ、あ、一番この発行、国際発行支援派のまあ最たる人だと思いますし、えー、まあ、生きてるだけで価値がある社会ですから、別に、今働かなくても、そんな無理して働かなくてもいいというのが、彼のメッセージだと思います。で、えー、真ん中ら辺には、まあ、ま玉木雄一郎さんがいい人というような、 えー、国民主党の代表ですね、いるような感じで、でまあ、今回の総裁候補に関しては、まあ、岸田さんが若いばく玉木さんよりに近い感じで、まともとはまあスンナ派の方だったんだと思うんですが、まあ、比較的ですね、まあ、今はあの非常、コロナで非常事態だから、まあ50兆円ぐらいですかね、まあ、今はシーア派ということで,ですね、まあ、だいぶ、あの、 当初の当初、まあ、以前よりも評価を下げて下の方に、えー、なってきたのは、まあ、非常に喜ばしいことかなというふうに思います。で、まあ、高市さんに関してはですね、えー、どうもやっぱり社会保障系はあんまり好きではないという印象が私受けますので、私はあのどちらかというとさもしい人間であの国からお金欲しいというタイプですので、まあ、最もこのまあ、えー、近い働きなさい、働いて稼ぎなさいということで、えー、右の方に寄らせていただきました。なので、えーまあ、私ととしてはどちらかというとこれこの と反、緊縮、リベラル、はよりなので、まあ、これを見ると、やっぱり高い線よりかはどっちかというと、まあ、岸田さんの方がいいかなというような、えー、ポジションでは私はいます。で、まあ、河野さんに関してはですね、緊、え、縮、ーまあ、保守派ではあるんですけど、まあ、正直こう、まあ、どっか行ったり、まあ、もうちょっとこのすんな派の方に上に行くのかもしれないという感じですが、まあ、結構流動的な感じもするので、まあ、今後の動向がどういう風になっていくのかなという次第だと思います。 で、えー、とちょっと総裁選挙で、あともう1個ですね、えー、自民党総裁3候補が内閣総理大臣になった場合における予想される、えー、予測される、えー、場合における予測される政策的デメリットということで。 やっていきたいと思うんですが、えー、まあ高い支払いないかもないかもしできたとするとですね、まあ正直安倍政権を継続すると言ってるので、まあ安倍政権のある意味悪いところだと二の舞になってしまうと。まあこれどういうことかっていうと、まあ特定のこの投資詐欺のですね利権団体の方にこう富が集中してしまうという感じで、やっぱデメリットですよ、ね、この社会保障部分が薄いためにこう国民全般にはですねこうお金が行き渡らないんじゃないかと。まあプライマリーバリス凍結 黒字化凍結するのはいいんですが、えー、それに伴って、ですね本当はもっと国民の方にも、えー、お金をまいていかなきゃいけないんですけれども、まあ、消費税減税もあまり好きじゃないという感じで、まあ、どう考えてもインフレ率2%の目標は達成できないと思うんですけれども、えー、そのあたりがまあ政策的デメリットかなというふうに思います。 で、えー、ま、岸田文雄内閣のデメリットに関しましては、えー、ま、論考交渉で、ま、麻生さんは岸田さんの支持なのかなみたいな、えー、話も出てますので、ま、麻生太郎財務大臣が例によって留任してしまうと、もういつ、いつになったらこの人辞めるんだっていう感じですが、えー、そこはま、一つデメリット。で、やっぱり、ま、今はこのコロナ禍だから財政出すると言っていますが、えー、全体、えっ、ー、と、ま、景気回復しきる前にですね、こう、 緊縮財政にこう、早々と転換してしまって、例によって、まあ、景気悪化してしまうんじゃないかなと。まあ、消費税増税して景気悪化したり、ね、これまた第二次安倍政権の、まあ、二の前みたいな感じになってしまうんじゃないかなというところですね。えー、まあ、いわゆるルーズベルト不況というようなことを、まあ、景気回復式までやっちゃうという感じですね。で、まあ、河野太郎内閣に関しては、 えーまあ、そもそも、まあ、全体的な政策の軸みたいなのが何やりたいのかよく分からない感じで、正直これではですね場当たり的な対応で,ですね、まあ、やっぱコロナの対応も失敗してしまうんじゃないかなというのをです、ね、正直コロナ復旧にです、ねえー、第6波とかもやってくるかもしれませんから、それで、えー、失敗してしまうんじゃないかなと。で結局、その人気が上落して、まあ、来年の参議院選挙で負けた短命に終わってしまうと。 で、まあ、それって、あの、2007年の時の安倍政権の2の前じゃないかっていうことでですね。なので、まあ、正直なんですが、この政権どうやったら長続きするんだろうっていう気は、私はしますね。はい。なんでまあ結構 さんに関しては衆議院選挙しかやっぱ勝って生き残りたい若,者若手の国会議員は支持するけども逆に参議院議員からするとこれ本当に河野太郎の人気1年続くのかなと菅さんみたいになっちゃうんじゃないかなということで、えー、参議院議員はリスクが低い、まあ、岸田さんを支持する人もいるのかなというふうに私は見ていますと。はい、でえっ、ー、と次なんですけれども。 はい、で、ここから本の内容に行きたいと思います。えー、では、本の内容に行きたいと思うんですが、えーま、河野太郎さんは、えー、P4 ページ、最初の部分ですね、日本だけが GDP が伸びていないというふうに、えー、おっしゃっています、えーま。河野太郎さんはですね、えー、なんか清水道子さんのモノマネ講座みたいにあったんですが、えー、英語感が強くてこう発音が 作業が強いらしいですね。シャシシャシャシャしャみたいな感じで言うらしいので、えーまあ、ちょっとそういうふうな感じで、えー、言ってみたいと思うんですが、えー、どうも、河本太郎です。えー、1 9 7 3年から、えー、2018年までの、えー、四半世紀の、えー、G7 各国の一人当たり GDP の伸びを見ると、 米国2.37倍、英国2.31倍、カナダ2.30倍、独国1.89倍、富国1.85倍、英国1.84倍、日本1.1倍、1.0倍と、日本だけ伸びていないことがわかります。わかります。っていうんですね。えー、ですがまあこういうふうに言ってるんですけども、えーまあ、これに関してはですね、えーまあ、私がよく示してきたグラフの内容が、まあ こうやってですね、まあ、首相候補の首相の中に書かれていること自体はですね、まあ、私自身も非常にう、えー、嬉しいことではあるんですが、結局はこの問題はやっぱり正しい GDP の増やし方をですね、やっぱこの人たちはよく分かってないのかなと、結構改革すればとにかく GDP は増えんだみたいな風に言ってしまうと、えー、デフレーズのでそうなの増えませんという話ですね。正しい GDP の増やし方はあくまでも、うん、えまあ公共事業、政府支出を増やすなり、 え、個人消費を増やすために、まあ、減税したりとか、お金給付費し、気なる配っていかないと、 GDP は増えませんよという話です。で、一応まあこのグラフも補足的にですね、私も21世紀の18年間の名目 GDP で見たグラフを作ってますので、えー、まあ21世紀の18年間だと、えー、日本は1.05倍ですので、えー、2008年小泉政権の時までずっと横ばいだったって、ほぼ1.0倍でしたと。で、リーマンショック以降も、 えーそしてまあ、一応、安倍さん多少は増えてはいますが、まあ、結局、他国に、えー、劣る成長率で一向、まあ、に経済成長しないそれはまあ名目で見ていますので,、えーですね、デフレから抜け,抜け出せない限りは、えー、実質、えー、名目 GDP は増えていかない物価が上がらない以上は名目も増えないという,うな感じになっていってるわけですねでちょっとやっぱここの部分がですねインフレにしなきゃいけないという部分は河野さんは。 えー、岸田さん、高市さんはしっかりまあインフレリッパーセント目標を継続すると言ってますが河野太郎さんは別にそんな経済、えー、成長の結果でしょうみたいな感じであんまり <laughs> 興味がないような感じですので、まあ、この後でで、まあたりでそらくまた引き続きデフレのままなんだろうなというようなことは、えー、伺えるかというふうに思います。はい P5 ページは今度現役世代2人で、えー、高齢者1人を支える時代ということなんですが、えー、このさ、まあ、こういうふうに言ったわけですね。えー、日本の高齢者の65歳以上の数を現役世代15歳から64歳の数で割ってみると、1960年8.9%、現役11人でまあ高齢者1人を支える。えー、70年10 8 80年13.5%、94年20.2%、0、えー、25. 年25.5%、08年33.6%、23年50.2%、40年67.2%となっていますということで、えー、これがですね。 まあ現役世代 N 人でまあ高齢者をかん支えるっていうことをまあよく言われてますけれども、まあ、そもそもこれ自体がですね、えー、実は間違いなんですね別に現役世代が得た所得からの税金で高齢者を支えるのではなく、まあ、いわゆるこの新たに発行したお金でですね全然高齢者を支えていいわけですから、まあ、もちろんそこにあの現役世代が働いたですね、まあ、供給能力というものが問われますけれども えー、この供給能力もですね、まあ、次第に、まあ、AI やロボットに置き換わっていくことですね、むしろこの現役時代、お年寄りですね、ロボットが支えるような社会になっていくっていうわけですから、えーまあ、そこのこういう表現っていうのは、ちょっともう時代遅れて古いんじゃないかなと、まあ、しっかりお金を発行してですね、高齢者も支えていきましょうという、えー、ツッコミでした。はい、では、まあ、次のスライドをどうぞということでいきたいと思うんですけども、はい。えー 次は保守主義とは温かいものだったということですね。えー、本来保守主義とは度量の広い、えー、重要な温かいものだったと私は思います。えー、平等な機会が提供され汗をかいたものが報われる社会であり、えー、敗者は再び、えー、挑戦する機会が与えられ、競争に参加できないものを支える国家を目指すのが。 保守主義だしということですが、えーまあ、この定義自体はですね、まあ、おっしゃる通りなんですけれども、えー、この定義を言ってしまうとですね、えー、正直俺21世紀の自民党保守政党じゃねえじゃねえかっていうふうに言えてしまうように私は聞こえたんですが、えーまあ、実際の日本の状況はですね、結局平等ではなくですね、えー カ親の視力それこそ河野さんはもうサラブレッド中のサラブレッドですから、えー、お父さんもおじいさんもえと副総理なんですねですから、えー、まそういった形でですね、まあ、スタートが決まりまあロスジェネの世代はですね、はい、敗者はですねもんどん機されて なかなかその再び挑戦することもできないと、年齢で弾かれてしまって、と40歳、です40歳50歳迎えてますから、でかつ、えー、競争に参加できないものを支えるっていっても、えー、生活保護を受けようとしてもこう、えー、排除されてしまうと、えー、受けさせませんということで、やっぱ生活保護の補足率も低いので、すね、まあ、正直、えー、自民党はこれは保守政党ではなかったりして,てしまうので、まあ、ちゃんとですねこのあたりしっかり。 財源がとかいう話じゃなくて解決していただきたいなというふうに思います。はい。で,で,では次のスライドどうぞ。えー、保守主義は決して保護主義は決して保守ではないということを言ってるんですね。次、えー。保守主義を名乗る一部の人々が配達主義的な外国権を繰り返していますが、保守主義とは全く相容れない活動です。 また自由貿易を否定し、えー、保護主義で競争力のない産業を守ることも決して保守主義ではありませんと言ってるんですけれども、えーまあ、配達主義と,ま保,護主義、えー、と保守主義が違うとは思いますがですね えまあ保護主義が保守主義ではないというのもこれまた非常に違和感を感じるところですね。でまあ逆にまあ競争力がなくてもですねそれこそえまあ自国に必要な産業と、まあ、例えば農業だったりとか、えー、分野に関してはこれをですねしっかり守るのがむしろ 保守主義じゃなないいかなという,ふう,に思うので、まあ結局このでこ自由貿易が良いからといってですね食料利給率をどんどん下げてですね食料余裕に頼ってしまったらまあいわゆる食料安全保障の観点からも、えー、地獄を守れなくなってしまいますので、えー、それは、うん、保守主義が、えー、保護主義が決して保守主義ではないというのはこれは違うかなという,ふうに思います。 ですがもうこの後ですね、えー、と自民党内で別にこのあ、ま、とで、ま、ほぼ真逆のようなことを次の、えー、後のスライドで言っているんですけれども、はい、ちょっとまた次も同じような発言ありますので、えー、見ていきたいと思います。えー、次のスライドどうぞ、えー、ちょっと飛びましてですね、えー、これアメ81ページ、えー、アメリカが TPP から脱退したのは失敗ということで、えーまあ、これ、第3章の部分ですが、 第三種に関してはですね、外務大臣時代の、外務大臣とか防衛大臣時代のまあ経験をもとに言っているようなことになります。発言している部分です。えーまあ、これがですね、言いますと、オバマ政権が下で議論が始まった TPP こそ、まさに米国が目指す地域機構の一つとなるはずでした。しかし、米国の議論では TPP の自由貿易の面ばかりに光が当たり、 トランプ大統領は、米国を TPP から脱退させましたと、米国の大きな失敗ですと言っているんですけれども、むしろですね、日本からすれば、超大国の米国が TPP から脱退したことは、むしろ喜ぶべき治安ではということで、バイデン政権で復帰してですね、逆に今度は日本がまた搾取される側にならなければいいのですがというところですけれども、 なんかですね、まあこういうとこからもですね、結構、河野太郎候補はどうもやっぱ自由貿易はまあとにかく善だと、保護しなゃいけない悪だという,ような発想がこう見て取れるわけですね。まあこうなったらちょっと、えー、戦略上で危機するようなところだと思います。はい、えー、次のスライドどうぞ。 はい、84ページ「戦略的自立性を取りまとめた自民党」ということなんですがこれで今までと違うところ言うんですけども戦略的自立性とは社会活動社会経済活動を維持するために書くことができない基盤を日本がしっかり備えることによってどのような状況であっても特定の他国に過度に依存することなく日々の生活と正常な経済を運営という安定放送の目的を 実現することですと言ってるわけですけども、えー、まあ過度なということでですね、まあ、前の2枚のスライドとは真逆なことを言い始めましたということなんですが、えー、まあこのまあ自民党の戦略性ですね、まあ、あの私はまあ正しいと思うんですけれども、結局ですね、えー、それはただ、 えー、じゃあなんでその自由貿易は TPP にこだわるのですかということでですね、えー、この過度な自由貿易をです、ね、はですね、ま、戦略的自立性に反してですね、ま、食料などの、ま、安全保障も守れなくなっているというのが、えー、さん先ほどから述べていることですけれどもやっぱりですね、ま、むしろこっちの戦略の方が正しいですからやっぱりちゃんとですね自国、えー、の生産性を、まあ、しっかり高めてほしいというふうに思もしろいです。 はいはい、次のスライドをどうぞ、えー、次が、えー、外務、えー、大臣時代の話ですね、えー、長時間残業で財務省も疲弊しているということですが、えー、外交力を高めるには、外交活動を支える足腰を強固にしなければなりません。えー、外交省に良い人材を集め、その人材に磨きをかけなければなりません。しかし、近年、外務省の企業が飛躍的に増らしているため、現場が疲弊しています。 言ってるんですけども、えー、まあ月100時間の残業がまあ向上化しているっていうのはまあ非常にやっぱこの公務員人件費の削減というですねまさに緊縮税制による。 えーまあ、弊害ですよねものですと、えーまあ、正直ですね、まあ、財務官僚はいらないので、まあ、外務省に移しましょうという,うに書きましたけれども、まあ、結局、企業で言えば外務省というのはもうあの外国のやり、外のやりとするというか、まあ、いわゆる営業部みたいなものですね。で例えば、経済産業者も例えば商品を開発していく。 どうっ,ていくかっていうことで、まあ財務省っていうのはまあ、経営、まあ、部みたいな感じですから、まあ正直、その企業の経営は、その一番高学歴の人間がですね、そもそも財務省に入る、その日本の制度っていうのはおかしくで、やっぱ海外のエリートの人たちっていうのは、一番の本当、できないエリート人たちていうのは、やっぱ外務省にこう集まっていくらしいですよね。なのでですね、えー、まあ、ぶっちゃけ、えの 河野さんは農水省廃止したらがいいみたいなことをおっしゃっているようですが、えー、廃止したらいいのはま財務省の方ではないかなと、えー、財務省は内閣官房、えー、の、えー、経理局ぐらいで十分だと思いますの <laughs> で、えー、まあそういったところにですね、えー、まあ正直別に財,財源とかは。 えー、お金の調整ってのはまず、あたに発行してやればいいだけですから、別にそのまま、あの各省庁の解散要求そのまま通せば、私はいいと思うんですけれども、なので、まあ、そういった形でですね、えー、人員移動をしていくことで、外務省の方にもっとエリートが入るように、やっぱり強化していけなければ。 いけないんじゃないかなというふうに思いますし、まあこれこそ本当に緊縮財政が起こしたりですね、えー、本当公務員が不足していることをですね、もっとぜひ公務員を雇ってほしい、まあ、特にあの40代、ロスジェネス世代は、死亡者1万人いるけど100人ぐらいしか採用されないみたいなことですから、えー、そういう人たちをですねまあ事務職でも増やしてほしいし、まし、エリートだとやっぱりもっと中途採用とかも重視させてほしいなというふうに思います。はい で次、海外の留学生、日本人の数が減少ということなんですが、えー、日本人の海外留学生の数は2004年のピークに減少しています。海外で学ぶ日本人留学生はもちろんのこと、国際機関で活躍できる国際人材の育成に力を入れている国内の大学、大学院、 高校生に対するアプローチを強化すべきですと、えー、言っているんですが、まあ、そもそも日本の若者の絶対数が減っている要因もありますけれども、まあ、結局日本の若者はです、ね、こうどん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 この緊縮財政によって貧しくなってですね、えー、まず、あ、デフレですから物価がかなか上がらないと。で対してですね、えー、海外は毎年2%ずつ 物価が上がっていくわけですから、もうどんどんこの物価が、ですね、むしろ海外の方がどんどん高くなっていくわけですね、にはですね、えー、まあ留学できなくなってしまうわけで、結局はやっぱり貧困と緊縮財政がまあ大きな要因ではないかなと、やっぱり外に出る、なかなか若者を外に出るうちまあチャンスはないのかなというふうな感じですね。 でまあ、このはまあたり、やっぱりなので、まあ、日本人の海外留学も全額ですね、生活に含めて補助するとかですね、あとはやっぱり若者だけではなくてですね、そもそも若者数少ないですから、例えばあの民間企業を務めてですね、私もあの30代から大学院の方に入りなしたんですけども、まあ、やっぱ30代、40代の人でもですね、こう留学していけるような、やっぱそういう支援とかもですね、セカンドキャリアの支援とかもまあ,あっていいんじゃないかなというふうに思いますので、えーまあ、このあたりはしっかり えーまあ、問題認識はしっかり持っていらっしゃるのであの、まあ、予算をつけていただきたいなというふうに思います今、えーまあ財はあのお金すればいいだけですので、えー、ご心配なくということでねはい、えー、でそういった話でですね、えー、95ページ ODA は税金を原資としているということなんですが えー、外交政策の中でいつも話題になるのが ODA です、えー、財政制の明かりが増大し、えー、社会保障による国民負担も増加しているという時になぜ税金を原資とする ODA で外交を支援する必要があるのかという批判があります言っているんですけども、まあ、その批判自体がそもそも間違っているわけですね。 えまあ税金はまあ財、まなんとも言う財源ではありませんと。まあ、財源はまあ新たに発行したお金ですね、えー、が政府質の原資ですと。えー、まあそもそも、あのまたですねえー、政府の財政赤字が増大するのは当然のことですから、えー、まあそのあたりですね、躊躇することなく、どんどんまあ えー、ODA で外国を支援しておりなんですけれども、でもまあ実際のところはです、ね、やっぱ緊縮財政の弊害がありまして、えー、まあ次のスライドどうぞ、えー、ODA の予算は20年間で半減しているってこところなんですが、えー、ODA の予算はピークで97年で1兆1600 18年には、えー、5538億円まで縮小しピー,クからピーク時から半分になりました予算全体に占める割合も1.5%から0.5%に3分の1に減っています財政難のに今なぜ外国にお礼を行く必要なのか理由の説明が必要ですと言ってるんですけども えまあ日本ははそそもそも財政なんででいわけですね、まあ、ここからやっぱり間違えてるというかなんかどちらかというと河野さんの場合多分そういうんですかね下辺に関話とかをですね恐、まあ、らく受けちゃんと受けてないんじゃないかなというような話でその受けてもですねいやそれは同義士に反するみたいなことを言う人もいますが、まあ、河野さんの場合多分純粋知らないんじゃないかなっていうのが結構私の を読んだ印象ですだから、誰かちゃんと教えてあげてくださいって感じですけども、えー、まあいわゆる政府債務対 GDP 比が悪化しているのは、GDP が増えない、むしろ財政難けく、日本は経済難な,なんですね、やありますと。で、まあ、経済成長をちゃんとしていればですね、まあ、ODA の予算もしっかり増加できていたんじゃないですかという話です。で、これに関してですね、えー、ちょっと外務省の方でまあ資料ありまして、 え97年1978年です、ね、から2021年までの ODA 予算の推移を、えーまえー、グラフがあったでそのまま取ったんですが、えー、これを見てるとです、ね、やっぱりこうずっと、まあ、バブル崩壊以降もずっと増え続けてはいるんですけれども1 9 8年にこれ大幅に削減して、ね、1200億円も一気に減少10%ぐらい減少させてるわけですさら、まあ、にです、ねまあ、それ以降はちっと横ばいなんですがいわゆる えー、小泉政権入ってから02年からですねこれ 1, 1兆円終わりで10年間民主党政権のところも含めてもう半減してしまったと5000兆円台に減ってしまったって感じなんで、まあ、非常にこの ODA の予算水もですねいわゆるあの公共事業の予算水位とも非常に似ているという小泉竹中,、えー、中政権の時にですね、えーまあ、一気にこう減らして で、終わった頃にはまあ半分になってるっていう感じなので、まあ、本当にまさしくですね、まあ、小泉竹中、ログでもないというのが、えー、本当に厳粛の根源みたいな人だなというふうに思いますけど、まあ、決してですね、この流れをですね継続してほしくないと思うんですけれども、まあ、この辺にしてしまうとですね、やっぱ OD はさらに減ってしまうんじゃないかという企があるわけですと。はい、えー、次のスライドどうぞ。B101 ページ、原子は税金だから効果をチェックということで、 こうしたことを理解していただければ、折をやめてしまうという人はあまりいないのではないでしょうか。まあ、あのいろんなことをこう書いてるわけですね。で、理解してくださいという感じですが、しかし、現実は、えー、税金ですからしっかりが、えー、資金がしっかりと管理され、ちゃんと役員たち効果を発現しているかをチェックしなければなりませんということですが、えーまあ、原子がですね、えー、税金で予算は限られている発想で、 で役に立ち、まあ、効果の発言が期待できるものでなければです、ね、これを裏返す場合いいを返せば予算をつけないという考えに落ちてしまうことを非常に危惧していますと、ね。この発言だと、この発想だと役に立たないものに対しては予算をつけないという緊縮財政の思想になってしまうんじゃないかなというところで、えー、この辺でです、ねまあたり、誰かしっかり分かる人を教えてあげていくださいという、えー、感じですよね。 はい、次のスライドどうぞ次はちょっと防災のとこを3つほどやって今日は降りたいと思うんですが、えー、災害発生後の生活再建は事情もと言っていることで、まあ、こういうふうに英語も言っています、えー、巨大地震が発生した場合工場は共同による個人の住宅再建や地域の復興には限界がありますと、えー、災害発生後速やかに生活を再建するためには、えー、個人生世帯単位においても、えー、保険による経済的な備えをしておくことが極めて重要です。 言ってるわけけでですすども、えー、これですね公助において予算的な限界はそもそもまあないという話ですね、これまた。これまたまあ政府がしっかりですね、えー、建設国債なり、まあ、あの新たにお金を発行してですね、えーまあ、生活再建の支援に、まあ、全額出したら良いだけですと。で、なんか最後保険に入りましょうと言ってますので、なんか保険会社からこの有力な支援者の保険会社がいるのかなみたいな感じで、まあ、保険会社の宣伝でしょうかという感じですけどね。 なんで、えー、どうもやっぱ災害が起きても、なんか次女で災害応に乗り移ってくださいというような話でした。ここがちょっと一番ひどかった部分ですね。はい、ぬ,なあのぬ,くもぬくもりを感じられないという感じでした。はいでえー、次のスライドどうぞ。 えー、非円災害保険料という新たな税金の導入ということで、えー、リスクに備える観点からリスクの高い層が本来負担すべき保険料の一部を加入者全体で負担するような制定が必要でしょうリスクの低い層を含め広く、えー、薄く広く加入を促進してリスク分散を図らなければなりません、えー、例えば全国一で今年3000に一定額を上乗せし災害に対する 保険をかけるのも一案ですと言っているわけですけれども、えーまあ、まずはですね災害の被害をまあ最小限に組み止めることですということで、えーまあ、そのためにもですね、えーまあ、国土強靭化によって、そもそもあの被害を最初に食い止めないといけないということですね。でえーまあ、税はです、ねまあ、そもそも何だか財源ではないので、災害時はです、ね、国が、まあ、建設、国債で国債発行してですねお金を発行,し発行して出してくださいという。 話でした,えー、ただ、なんかやっぱこういう年間、税は財源という概念がないですから、えー、まあ災害保険料というような形でですね、こう、新たな税金がかかってくるには、さらにまた小手地さにも税金がかかってしまうというようなところを言ってるので、やっぱこういった増税にもですね、やっぱり注意していきたいというような感じですね。まあ、ただ、そこまで長期的権になるかわからないんですけれども、まあ、なった場合はやっぱりこの増税関係はちょっと注意したいという感じですね。はい えー、次のスライドをどうぞ、ね、これでともかい最後になるんですが、えー、131ページ支払い猶予や無利子の融資にとどまるということで、えー、感染症拡大により経済に影響が出始めた時まずは個人や事業所の、えー、公共料金の支払いを猶予し国は電力会社ガス会社のに対して無利子の融資を出す次の段階では法人税所得税をはじめとする納税猶予を行おうという言ってるんですが えーまあ、コロナ対応に関しては、どうもですね、猶予ではなく、まあ、免除でお願いしますということで、なんか猶予で乗り切ろうとしてるわけですね。で、まあ、感染拡大によるです、ね、悪影響は、まあ、どううとりあえずこれはそうい政府の責任ですので、えー、国が、まあ、しっかり保障すべきですと。で、やっぱこういうところからもですね、緊縮財政的、まあ、態度がうかがえるという感じなので、 えー、おそらくあの、結局も次の選挙ってのはもうほぼもうコロナ対応をどうするかって話ですし、えー、と次の自民党になる選挙っての評価は100%、ほぼ100%コロナをしっかりできるかできないかでもうその制限の評価ってのは私は決まってくるという,ふうに思いますから、えーまあ、このあたりはです、ねまあ、野党は。 えーまあ、もし仮にですね、えー、河野太郎首相になった場合、ですね、まあ、野党はですね、まあ、総選挙で猶予とか,言って遊とか、えー、有志と言っている、えー、河野太郎自民党に対してですね、まあ、総選挙で私たちは優予なく全額免除すると、えー、しっかり国債発行して、まあ、お金発行してですね、国がしっかり保障するんだということでそこが多分、えー、自民党とまあ野党陣営のですね、一つの。 えー、総選挙のです、ね、違いということで、まあ、争点で、えー、できるのではないかなというふうに思いますので、やっぱりこのあたりですね、しっかりあの、どうも河野太郎さんのあまりガチ渋っているところをですね、今後、まあ、もし河野太郎首相になった場合は、野党はガンガンついてですね、えー、総選挙の方に臨んで、まあ、少しでも多くの議席を取ってですね、えーまあ、やっていけばいいんじゃないかなというふうに私は思いました。 といったところで、えーまあ、今回は、えー、ちょっと長くなってしまいましたけれども、えー、前半、河野さんの、また、えー、来週はですね、後半の部分と、またちょっとです、ね、厳守的な発言とか、またあの総裁選もありますので、ちょっと流動的ではあるんですけれども、まあ、気になるところがあったら、ですね、えー、財政的なところ経済財政的なところをちょっと中心にです、ね、私の場合は、えー、取り上げていきたいというふうに思います。 思います、えー。なおですね、えー、女系天皇とかにしても取り上げてほしいと言われたんですが、まあ、そこは諸考えですということで、諸、え、考、ー、外ずの、えー、経済評論家ですから、えー、失礼いたしますという感じでした。えー、ではですね、えー、また来週も引き続き。 ご覧いただければというふうに思います。ぜひ、あの、ぜコメント欄とかですね、ちょっとここの発言どうなのとか、やっぱ経済財政に関するですね、えー、河野太郎さんの発言などありましたらですね、まあ、どしどしリンクと貼っていただきたいというふうに思っておりますので、まあ、それを見てこれは問題なの、ちょっと取り上げたいなってなったらね、えーと、取り上げていきたいと思いますので、えー、ぜひコメントも、えー、いっぱいお寄せいただければというふうに思います。どうもちょっと長くなりましたが、ご視聴の方ありがとうございました。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店ででは購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。